ははいこんにちはシャンダイシンヤですえ今日はあらゆる場面で自分の伝えたいことを的確な英単語や英語表現で言えるようになる動画セミナーをご紹介しますえこれは僕が作っている動画セミナーなんですが、まあ、どういうういいいいい内容かととのを、ね、ご紹介していきたいと思いますもしあなたが今まで数年間は英語学習を続けていてでさらに英会話の経験値もある程度あるという状態の場合はもしかしたらこういう悩み感じたことないでしょうか 最近いつも同じ英単語や表現ばかりを使って英会話してしまうとかでちょっと深い話をしようとすると英単語や表現が出てこなくてやきもきしてしまうとかですねでその結果言いたいことを諦めて使い慣れたいつもの英単語と表現で終わらせてしまうなんてことないでしょうかでこれはですね実は中級レベルの英語学習者のあるあるパターンなんですね。 でこの状態から脱出して場面に合わせた的確な表現とか英単語を使いこなせるようになりたいなと思った場合はこれをやる必要がありますえ使い慣れた英単語や表現を一旦封印して中上級レベルの英単語や表現を覚えて使うということですねまあこれね口で言うのは簡単なんですが実際にやってみると難しいんですよなぜかというとですね実はこの中級者に立ちはだかる壁というのがあってそれがねよくあるパターンこれなんですね 中上級レベルの英単語は例文が堅苦しくて難しいから苦手っていう声をよく聞きますで自分がいつどこで使うか想像できない英単語や例文を読むのが苦痛っていう声は多いんですねこれ実際に僕もねすごい感じたことありますでその結果勉強モチベーションが続かなくなっちゃうっていう声すごくよく聞くんですねで実際ねどのぐらいこう堅苦しい例文なのかとかね単語なのかっていうのはねちょっと例を挙げるとですねまあ例えばこういう単語でできたとしましょう Restrict っていう単語です これ制限するとか規制するっていう風な意味で出てきますで、これを英単語帳通常の英単語帳で調べた場合っておそらくこういう例文が多いと思うんですよね The government passed a law to restrict the sales of guns これ意味は政府は銃の販売を規制する法律を可決したっていう文章なんですねえー、結構堅苦しいですよねで、しかも銃の販売を規制するってねなかなか日本人として口にする機会ってあんまないと思うんですよ まあ、つまり、これをやってるとですね、どうしてもイメージが湧きづらくなってしまうというのがね、えー、中上級者の悩みなんですよね。この例文にも英単語にもあまりこう親近感を感じづらいということです。で、これを打破するために生まれた本がこちらなんですね。堅苦しい英単語を日常的な英文の中で覚える本。これが速読速調英単語シリーズの中のデイリー1500というね、テキストになります。 でこのテキストは、ね、今までに僕は、ね、レビュー動画を作っているので、もし詳しく知りたい場合はぜひそちらのレビュー動画を見ていただきたいんですが、まあ、今回はどういうものかというのをね、サクッとご紹介しますね。でまずこれはまあこのタイトルの通りなんですが、日常的な英文の中にハイレベルな英単語が入ってくるということで、意外にこの堅苦しく見える英単語って日常生活で使われるんだなということがわかる、そんな英単語帳になっています。この中に入っている日常的な英文って何というとですね、例えばこのものです。日常会話。 これは例えば夫婦の会話とか友達との会話あるいは親子の会話みたいな感じですね。であとはウェブサイトですね。まあ、僕ら英語を読む機会っていうのはおそらく、ね、ネット上で見る機会が多いと思います。で自分が興味がある趣味のジャンルとかあるいはなんか恋愛ジャンルとかねいろいろカテゴリーがあってでそのジャンルで見た時に多分ウェブサイトを見る機会っていうのはすごく多いと思うんですよね。であとは広告ですね。まあ、結構ね海外の広告と日本の広告って違ったりするので読むと面白かったりします。 であとはメールです。まあ、これは友達とのメールでもそうですし、仕事上のメールなんかも入ってきますね。であとはアンケートですね。まあ、僕ら日常生活を送っていて、アンケートに答えることってたまにあると思うんですよ。でそういうのの英語バージョンがどういうものかっていうのが、ね、分かるようになっていますで。あと日記です。日記なんてまさにね、えー、普段の自分の生活を綴ったものになりますので、えー、日記はすごく、ね、日常的ですねで。あとブログです。えー、日記に書いたものを実際にウェブ上にアップしたら、これブログになりますからね。 で、あとは診断テストなんてのものがありますね。性格診断テストだったり、え恋愛の診断テストなんてでのも、日本語で受けたことある人も多いと思うんですがえ、これが英語版が入っているという感じです。で、あとはパンフレットですね。まあこれも広告と同じくよく見かけるものだと思います。であとは料理レシピなんかもありますえ。料理ってね、やっぱすごい日常的なものなので、まあそれは英語になんて言うのってね、結構興味をそそられる部分があるんじゃないかなと思います。で、こういう例文がこのデイリー1500の中には入っているんです。 で、さらに、そこの中に、中級レベルのハイレベルな英単語というのが入り込んでいるということなんですね。なので、この本を使うことによって、意外にですね、日常生活でこの単語を使うんだってね、新しい発見があると思います。まあ、例えば先ほどやったこちら見てみましょうか。restrict とい単語です。え、これは制限する、規制するというふうな意味でね、さっきやりました。もう一回確認しましょう。The government passed the law to restrict the sales of guns. でしたよねでこれがどういうふうにこの「デイリー戦略で使われているかというとこんな感じなんですね。えー、デイリー戦略の例文をちょっと一部、えー、切り取りましたで。これちょっと文字が小さいのでね今見づらいかもしれないんですが一部を拡大して後でね解説していきます。でまずこれどういう例文かというと、えー、夫婦の会話です、えー。よくある夫婦の日常会話をベースにしてます。でトピックは何かというと「Let's get a pet」って来てるんですね。つまりペットを飼おうというねそういうお話なんです。 で、奥さんの方がペットが欲しいなって思っていて、それを旦那さんに相談して、で、旦那さんの方は、えー、ペットだ。めんどくさいよ。もう世話するの大変だし、みたいなことを言って、いまいち乗り気じゃないという状況です。で、このよくある夫婦の会話ですね。これを英語にして、どういうふうに言い回しをしているのか。で、その中でどういうふうに英単語が使われているのかというのがね、わかるようになっているんですね。で、例えば、こう一部拡大してみましょう。これ旦那さんのセリフです。いまいちペットを飼うことに対して乗り気ではない心境でこういうことを言っています。 Pets are too troublesome. You have to feed and take care of them. And they restrict your freedom. って言ってるわけですね。この restrict your freedom です。はい、この restrict は先ほどやりました。制限するって意味ですよね。でこれはこういう意味で使われてるんですね。ペットはあまりにも面倒だよ。餌をあげたり世話をしたりしないといけないんだぞ。それにペットは飼い主の自由を制限するだろう。っていう風に言ってるわけですね。はい、先ほどの ガバメントが、えー、銃の規制をするみたいな言い方に比べて、こっちの方はかなり日常的ですよね。どっちの方が覚えやすいでしょうかこの r e s t r i c t という言葉のニュアンスとかね、使いどころ。まあおそらく僕ら日本人が英会話で使うってなったら、おそらく今のペットのと話の方が使う機会多そうな気がしませんかそのガバメントがどの方のって話をするよりもね。って考えると、やっぱりね、モチベーションは上がりやすいと思うんですよ。今の、えー、このデリー1500の例文の方はですね。 で、もう一個言ってみましょうか。じゃあ、一般的な英単語帳の例文で、ちょっと難しめの単語。apprehensive という単語です。聞いたことありますかこれね。はい、これはですね、懸念とか心配しているっていうね、状態を表す形容詞です。で、これを一般的な英単語帳で見るとこんな感じになってますね。our company is not particularly apprehensive of the business partnership っていうふうな例文です。まあ、ちょっとビジネスライクな内容なんですがえ、弊社側には取引上の懸念事項は特にございません。みたいなね、そういう意味になってるわけです。 これをね、まあ日常生活で使えますかって言われたらやっぱ使うイメージは湧かないですよね。まあもちろん普段からビジネスで英語をねバリバリ使ってますって人だったら問題ないと思うんですが、まあそういう人はごく少数派だと思いますので、日常生活、日常会話の中で使いたいなと思った場合はちょっとこの例文はいまいちピンとこないと思うんですよ。じゃあ、これデイリー1500の方ではどうなっているのかというとですね、まあ例えばこの例文なんですが、これはね、オンラインショッピングについて、 親子で会話しているという状況です。で、お母さんと息子です。で、お母さんは、そのオンラインでショッピングをすることに対して、ちょっとね、抵抗があるっていう状態なんですね。新しいテクノロジーに対して、ちょっと、あの、いまいち踏み込めない。だからちょっと怖いわって言ってるわけです。なんか、詐欺に引っかかるんじゃないかしら、みたいなことを言ってて。で、息子は多分これ10代ぐらいだと思うんですよね。まあ、中高生か、まあ大学生ぐらいかもしれないんですが、まあその、息子が代わって、お母さんに代わってパソコンの操作をしてあげてると。ネットショッピングでものを買ってあげてるという状況で、 で、息子が、もうそろそろお母さん自分でオンラインショッピングやったらって言うと、それに対してお母さんが、いや、私は心配なのよっていうふうに言って、で、それに対して息子が後悔するってことですね。I can't believe you're still so apprehensive about online shopping っていうんですね。お母さんたらオンラインショッピングがまだそんなに不安だなんて信じられないっていうふうなね、言い方をするということです。はい、これいかがでしょうかこのアプ n s ン v ブの使い方。ね。 日常生活で不安って意味で使ったら多分、worried とかが一番パッと口から出てくると思うんですが、worried ばっか普段使っている人にとっては、この apprehensive の使いどころは分かんないと思うんですよ。でも、こういう風な使い方もできるということなんですね。ちなみに worried と apprehensive 同じようにこの場合では使えるんですが、ちょっとニュアンスの違いをお伝えすると、この語源から見ていくと分かりやすいです。up っていうのはね、何々へという方向性を表します。で、プレって部分があります。プレというのはね、前もってという意味ですね。前の部分を表します。 で、でととといいいううう部分がが、あるんですがヘンドというのはね、掴むという意味なんですね。なんで、何々の方向を向いて前もって掴むっていうところがありますので例えばオンラインショッピングの方を向いてで前もってまだ起こっていないこと、ね、こういうことが起こったらどうしよう詐欺にあったらどうしようカード情報盗まれたらどうしようみたいなことを前もって掴み取ってそしてそれを心配しているっていう状態なんですね。 なので、アプリヘン h e というのは、まだ起こっていないことに対してあれこれ不安に思う。ウォ r ードな状態になるということなので、まあちょっとね、ニュアンスはウォ r ードに比べるとより、こうね、事前に心配するという感覚を強めることができる。まあそんな単語なんですね。はい、なんで、まあ日常生活でも普通に使うことができるということなんです。 はい。いかがでしょうかえどちらが覚えやすいでしょうかあなたにとって。先ほどのビジネス例文に出てきたあの弊社には懸念事項はございませんみたいなね、そういう表現と今の表現、どっちの方が自分が使うシーンがイメージできますかまあ、おそらく多くの人にとっては後半の方、今ね、やったこの you, I can't believe you're still so apprehensive about online shopping ってね、息子が言った台詞の方がイメージしやすいんじゃないでしょうか。まあ、僕も今言っててね、もう覚えちゃってますからね、すでに。っていう感じなんです。 はい。なんで、デイリー1500の場合だと、このストーリーのある例文の中で、英単語をまとめて覚えることができるということです。で普通の英単語帳の場合だと、1例文はだいたい1、2行ぐらいですね。今さっきお見せしたぐらいの長さなんですが、デイリー1500の方ですと、1例文が10から20行ぐらいあるストーリーになっています。 で、あとは普通の英単語帳の場合だと、1例文につき1単語を覚えるような作りになっていますが、デイリー1500の方だと、1例文につき複数の英単語を覚えることができます、まあ。例えば先ほどのね、これ、オンラインショッピングについて親子で語っているっていうストーリーなんですが、ここを見るとですね、赤い文字がありますね。この赤い文字が見出し語です。えこれは絶対覚えた方がいいよっていうね、まあ、その6000語レベルなんですが、ちなみにこのね、デイリー1500は、6000語レベルの英単語のえが赤い文字になっています。 で、数えてみると、1、2、3、4、5、6、7、8、9ですねえ。9個あります。見出し語が。で、さらに、ここにですね、太い文字で、黒文字がありますね。太黒文字。で、これはですね、ちなみに、他のユニットに出てくる見出し語、赤い文字なんですね。つまり、他のユニットで出てきたものを復習として何度も別のユニットで 登場させててていいるることにによよよってより定着するようにできていまなので、まあ、見出し語というレベルで言うとこの中に入っているものはプラスアルファでこの太文字も数えていくと今9でしたので101112そして1314ですねえー、以上かな14はいそうですねなのでこの1つの例文で14個の見出し語を覚えることができる、まあ、そんな作りになっているんですね。 どっちの方が効率いいかというふうに考えると、まあちょっと人によってね、これ意見が分かれると思うんですが、短いレベルでババババボーイスターの方が早いって人もいるかもしれませんが、まあ、僕はですね、個人的にはこのストーリーで覚えた方が頭に入りやすいです。 で、このストーリー全体を音読することによって14個の英単語が体に入ってくるって考えたら、まあ、僕はね、すごく効率がいいと思います。まあ、つまり普通の英単語帳であれば、例文1000本を読んで1000語を覚えるという形なんですが、デイリー1500に関しては、例文143本を読んで1500語を覚えるというような作りになっています。もちろんこの1500語以外にもですね、見出し語以外にも知らない単語で出てくると思うので、まあそれも入れたらね、まあ、僕はおそらく2000語ぐらいになるんじゃないかなと思います。 で僕はちなみにこの文脈の中で覚えるという方法。まあこれね、即読即聴英単語シリーズに共通するんですが、この文脈主義というね、学習方法なんですが、文脈の中で、ストーリーのある英文の中で単語を増やしていくという方法で、えー、ずっとやってきました。まあ、少なくともトイックで言ったら900点超えるぐらい前だったら、もうこの文脈の方式で十分いけます。えー、僕自身も実際に自分が初めてこの、えー、通常の英単語帳ですね、一例文一単語のものを使ったというのは、えー、英検一級を目指しているとき、 そこに向けて勉強を始めた時に初めてこれを使ったんです。そこに至るまでは、当約900を超えた時も普通のこのタイプですね、文脈タイプの例文英単語帳を使っていたので、まあ、この方法はね、確実に効果があると自分の体験からも自信を持ってお勧めできます。でさらに、このデイリー1500だと今お伝えしたように同じ英単語が何度も繰り返し出てきますので、より定着がしやすくなるというメリットもあります。 で、難しい英単語も、やっぱ日常生活の中で使うイメージが湧くと、ものすごいね、モチベーションも上がると思います。自分がこういう場面で使えるんじゃないかな。あ、これここで使おうかな。誰に対して使おうかな。みたいなね、もし外国人のお友達とか先生がいる場合は、えその先生のどういう時に使おうかなっていうのは結構イメージしやすくなると思いますので、そういう意味ではね、すごくあの定着率は上がると思うんですね。で、デイリー1500で達成できるレベルっていうのはどのぐらいかというとですね、英検で言うと2級、トエックでは650点というふうになっています。で、 英語で情報をゲットしたいという人にとっては先ほどあったねこのウェブサイトとか広告とかねありましたよねでこういう記事がこういう英文が載っていますのでこれをやることによって英語で情報をゲットする、まあ、その下地知識を身につけることができるということですねであと長文を読める基礎力も身ににくようになっています。結構ねこのテキストの中には長めの長文もね入っていますので、まあ、それを読むことによってよりこうね英語の記事長めの記事に対する耐性もつけられるような作りになっています。 であとは外国人との深い会話ですね。まあ、先ほどもお見せした通り、ちょっと難しめの英単語を日常会話の中に入れながら話していくことができますので、まあ、今までできなかったようなちょっと深い会話をその場面に合わせた的確な英単語と表現を使って話せるようになる。まあ、その英単語の使い方とか表現の仕方というのがね、体に染み付くような作りになっています。 で、これは何度も音読を繰り返すことによって、えー、分かった、頭で分かったことを、えー、技術に変えていく。ね、パッといつでも引き出せる。力に変えていくというね、まあそういうトレーニングができます。まあこんな素晴らしいテキストなんですが、とはいえですね、やっぱ一人で勉強するのは大変っていう声もよく聞きます。で、もしね、あなたが今まで英語学習してて挫折したことがあったらですね、この4つの理由の中にどれか当てはまったものがないかどうかをちょっと確認をしてみてください。頭のものがあるでしょうか。まず1つ目。 進める順番の問題なんですね。これどういうことかというとですね、テキストを1ページ目から順番に進めようとしてしまうということです。まあ、これ多くの人がやると思います。僕も以前やりました。ところがですね、これ実は前半の方が難しい英文が多いんです。こういうテキストって。 で、実はね、このデイリー専門学も例外ではないんですね。一番最初に天気予報の例文が出てくるんですが、この例文がね、結構難しいんですよ。他のユニットの英文に比べるとね、明らかに難しいです。まあそういうものが結構多いんですね。まあこのデイリー専門学に限ったことではないんですが。で、それに気づかないまま前半で挫折してしまうっていう声はよく聞きます。で、あと二つ目、やり方の問題ってことですね。まあこれどういうことかというと、具体的にどんな学習メニューをどのくらいの期間をかけて 何回やれば身につくのか。まあ、それがわからない。その流れがわからないので、行動に移せないというものですね。これ心当たりないでしょうか。で次、理由3つ目です。文法の理解度の問題です。えー、個々の英単語の訳が分かったとしても、文全体でなぜこの意味になるのかがわからないというものですね。自分で喋ろうと思った時に、この文章を再現できる自信がないという声はよく聞きますで。もやもやした消化不良の状態では、勉強モチベーションが保てないっていうね、まあ、そういう状態になりがちです。 で次、四つ目。日本語訳の問題ですえ。そもそも英単語を日本語訳で覚えることには限界があります。まあ、これ多分ね、ある程度の英語学習を続けている人でしたらね、肌で感じている部分だと思いますが、一つの英単語に対してたくさんの意味があったりとかするんですね。えなので、英単語はね、多義語が多くて、覚えるのが大変でうんざりしてくるとかね、いう声もよく聞きます。えこの英単語はこんないろんな意味があるけど、この文脈ではこの意味になる。この文脈ではこの意味になる。一体どっちなんだみたいなね、そんな感じです。 でちなみに僕はね、最初これで挫折しましたので、その気持ちがよくわかります。で、この挫折する理由というのはね、4つを1つずつね、潰していくことによって、えー、英語学習を成功させることができます。じゃあ、どうすればいいのかということなんですが、まず解決法1、やり方を知るということですね。まあ、つまり、具体的にどんな学習メニューをどのぐらいやればいいのかを知るということです。これがまず第1ステップになります。で、次、解決法2は、文法を分析するということですね。 つまり、デイ1500の各英文を文法的に分析して100%理解した状態にするで。これができれば、自分がその英文を音読して声に出しているときもしっかり噛み締めながら自分の言葉として声に出すことができるということです。で、3つ目、イメージを覚えるというものですね。でこれ何かというと、多義語に共通するたった一つのイメージを覚えるということです。 ま先ほどは apprehensive という単語を僕は語源にこう分けてですね、言葉のパーツに分けてそれぞれの意味を解説しましたが、まあ、こういう覚え方をすることによってこの多義語を覚えることができるようになるんですね。まあ、これね、本編の方で詳しく解説をしていきます。で、あと順番を変えるというものですね。これどういうことかというと、覚えやすい身近なトピックの例文から順不同にやっていけば楽しく進められるということです。 僕ら日本人はどうしても真面目な気質の人が多いので、えー、順番に進めたくなっちゃうんですが、まあ、その気持ちをちょっと手放して、やりやすいところから始めていくという方法ですね。で、これをですね、この4つの解決を詰め込んだ動画セミナーが今回ご紹介するこちらです。えー、音読でデイリー1500を極める動画セミナーになります。一応これね6ヶ月間で1つの1クール、1シーズンになっているんですが、えー、実際どんなものかというのをね、解説します。 え、挫折しないためのサポートが入っています。え、例えば具体的な勉強法ですね。え、何をどのぐらい、どのぐらいの回数やって、どのぐらいの期間やればいいのかっていうのをね、僕が実際に動画で詳しく解説していきます。で、あとは厳選したおすすめの順番ということで、え、この順番で進めれば、まあ、挫折し,し,しづらいですよっていうね、まあ、ページですね。このユニットが、え、こっからやっていくといいよっていうのはね、僕が厳選してお伝えしていきます。 で、あと、ネイティブ発音に近づける練習ということで、まあ、このテキストにはですね、CD が付いているんですが、この CD を聞いたところで、まあ、それをどうやって真似すればいいのか、どうすればその CD の音に近づいていけるのかっていうのね、その具体的な技術的な部分っていうのがね、やっぱり、あの、学ぶことは必要なので、それをですね、僕が詳しく解説していきます。で、あと、英単語を語源で覚える方法、これさっきやりましたね、アプリヘンシブっていう言葉をちょっと分けていくという方法ですね。 で、あと、ネイティブのイメージ英文法というもので、これ何かというと、例えばですね、えー、have って言葉がありますよね。え、have. I have a car. 私は車を持ってます。で、一方で、同じ have でも、現在完了の have ってありますよね。I have lost my wallet. って言った場合は、私は財布をなくしました。で、これ have ってね、持つって意味ではないですよね。あれと。ね、この現在完了の have と、普通の一般動詞の have、文章の中でどっちかわかんないってなっちゃうことありませんか でも実はこれネイティブはこの現在関連のハブと一般同士のハブ同じイメージで使いこなしているんですね。現在関連のハブがハブであるのは理由があるんです。で、こういうのがイメージ文法なんですね。なんでネイティブはどういう感覚でこのハブを使いこなしているのかとか、この文法を使いこなしているのかっていうことをネイティブのイメージで覚えていけば細かいルールとか用法を暗記しなくてもパッと自分の言葉として英語を使いこなせるようになる。それがこのイメージ文法の考え方です。で、これを実際にこのデイリー1500の例文を使って 詳しく解説していきます。で、これはですね、週1ユニットずつ進んでいって、トータル6ヶ月で1シーズン。 で、全3シーズン分今作っていますので、最長で1年半続けることができます。まあ、1年半でもちろんこの全てを終わらせることはできないんですが、まあ、主要なユニットですね、これだけは覚えておくといいですよって僕が厳選したユニットに関しては1年半ですべて完了するような作りになってますので、でその後はまあ自分で今まで通りの習慣を使って進めていくこともできますし、まあ、次のレベルに進んでいただくこともいいかなと思っています。まあ、僕はいつもお伝えしてるんですが、一冊のテキストを全て終わらせる必要もないと僕は思ってるんですね。まあ、十分栄養を吸収したなと思ったら、もうここ ここを途中で離脱して次のレベルに入っていくっていうのも一つの手だと思います。と、はいうことでまあ一応ね僕の中でこれだけはやってほしいっていうのをねもちろんこれ全部あの続終わらせなければならないわけではないので1シーズンだけ終わらせるっていうのもありです。 で、ちなみにですね、この DUO3.0 と併用するとより効果的ということなんですね。えもしあなたがこの DUO3.0 というね、英単語帳、すごく有名なやつなんですが、これを持っている場合はですね、このデイリー y 1 5 0 0と合わせて使っていただくとすごくね、効果的です。なぜかというと、これ、単語がすごく被っているからなんですね。そうなんです。えー、相性抜群なんです、この2つは。英、えー、単語レベルが同じぐらいなんですね。で、さらに、 デュオ3.0より優しい英文、日常的な英文の中で、このデイリー1500は使えていますので、えー、あ、こういうところで使えるんだっていうのがね、パッとわかるわけですよ。なので、デュオ3.0が結構苦しいって感じた人にとっても、このデイリー1500を見れば、あ、これだったら覚えられるってううに感じることは結構多いですね。で、あとは同じ英単語に何度も出会う効果がありますので、先ほどお見せした通り、クロフト文字のやつは、えー、他のユニットの見出し語でしたよね。なので、えー、結果的に定着しやすいということです。 で、あと、多義語を覚えやすいということですね。まあ、例えば、DO3.0 の方で使われている意味ではこういう意味だったけど、デイリー1500の方ではこういう意味で使われてますっていうのがあるので、そうするとですね、あ、こういう意味なんだ、多義語はこういう感じなんだっていうのがね、わかるんですね。なので、それでより記憶に定着しやすくなるということです。で、こういう要素を盛り込んだのが、僕が作ったこの音読でデイリー1500を極める動画セミナー6ヶ月コースになります。 まあ、とはいえですね、6ヶ月やっぱ長いよと。まあ、自分が続けられるか自信ないですよって人もいると思いますので、まあ、今回ですね、これ、体験版をご用意しています。1回体験版。え、これはですね、受講料は1100円です。税込み。で、1ニットの全例文を解説していますので、1ニット分完璧にえ自分の中で覚えることができるようになっています。で、今お伝えした要素は全部この1ニットの中に。 埋め込んでますのでまあ、これを受けていただいてそしてそのあたり独学で自分でやり方を学んだ上で進めていくこともできますしもし僕のサポートが必要だなと思ったら動画セミナーを引き続き受けていくこともできるようになってます、まあ、ちなみにこれねあの1回受けたからといって勝手にサブスクが始まって、えー、引き落とされるみたいなことはありませんのでご安心くださいもし興味があれば改めて定期コースに申し込むというような作りになってます で、必ずですね、これテキストをご用意ください。テキストはもう持ってる前提で進めていきますので、必ずテキストをご用意いただいた上でお申し込みください。で、テキストの種類なんですが、紙の本と電子版は2つあります。で、紙の本の Amazon 販売リンクはこの動画の下の概要欄に貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。で、もし電子版の方の場合は、Apple でしたらできます。まあ、つまり iPhone とか iPad とかでしたらこれね、できるんですね。Apple Books っていうのがあって、そこで電子版が出てます。で、残念ながら Kindle 版は出てませんので、 アップル以外のタブレットとかスマホの場合だとちょっと使えないんですが、もしあなたがね、iPhone とか iPad とかお持ちでしたら、この Apple Books で買うことができます。そうすると音声なんかもここの画面上で再生することができますので、結構便利ですね。まあ、これもちなみにね、レビュー動画を詳しく出してますので、また下に概要欄貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。 で以上が音読でデイリー戦略を極める動画セミナーの1回体験版になります。まあ、これを受けていただくだけでも、実際にこのテキストをどうやって使っていけばいいのかという方法がわかりますので、もし今後あなたが独学でやっていくというふうに決めてる場合でも、まあ、1回受けていただくといいかなと思います。今すぐこの動画の下にあるリンクをクリックしてお申し込みください。この動画セミナーを受けることで、あなたが今までよりもワンランク上の英単語とか表現を会話の中で使えるようになる、まあ、そんなきっかけになったら嬉しいなと思っています。 はい、では以上です。Thank thank you for watching See you later.